皆さんこんにちは、ひきぼです。本日は12月も本当に年末となりまして、あと少しで今年2022年が終わりますので、2023年どんな年になるかっていうのをね、すごく視聴者さんからもたくさん聞かれるんですけども、2023年予想といいますか、こんな1年になりますよというのを今日皆さんに先駆けてお話ししたいと思います。はい、また年明けとかにもね、詳しくお話ししたいなと思うんですけども、今回はですね、年末ということで、2023年こんな風になるから、こんな風に備えておくといいよとか、こんな心構えでいるといいよっていうようなことをお話ししたいなと思います。それではですね、事前に私が自分のハイパー守護霊とつながってこう聞いたんですけども、2023年のキーワード3つもらいました。はい、その3つのキーワードに沿って、2023年の予想をしていきたいと思います。はい、ではまず2023年のキーワード1つ目なんですけども、1つ目は自由です。はい、これはね、今までも私もいろんな動画だったりライブ配信とかでも言ってるんですけど、2023年、本当の意味での風の時代の始まりっていう風に言われています。風の時代に入ってからもう2年ぐらい、ね、経っているんですけど、風の時代に入って自由な時代になるよって言われてる割にはまだあんまり変わってないんじゃないのって思う方もいらっしゃると思うんですよね。何しろコロナがあったんで、なんなら、ね、風の時代に入る前以上に制限がかかってしまったことなんかもあったと思うんですよね。それはね、すごく本当に移行期間のために必要だったことだと思うんですけど、それが終わっていよいよ本当の意味で自由になっていくよ、制限がなくなっていくよっていうふうに言われているんですけども、本当に自由ってね、言葉は知っているけど、本当の自由って何なんだろうって思うことって結構あると思うんですよ。自由って何ですかって聞かれたら、あなたならどう答えますか？私がね、すごく思っているのは、感じているのは、こう、私自身もそうだし、こう、皆さんと関わる中で、あ、みんなが言う自由ってこういうことなのかなって思うことがあるんですけど、やっぱりこう、精神的な自由、解放されている状態を、やっぱり自由っていうふうにおっしゃってる方が多いのかなって思うんですよね。もう物理的なところで言うと、日本ってもうそこまで縛られてる国ではないはずなんですよね。こう、国によってはね、絶対になんか女性はこうしなければいけない、なんかこう肌見せちゃいけないみたいな国もありますし、ね、ちょっと隣の国の韓国とかに行ったら徴兵の義務があったりして、嫌だけど兵役行かなきゃいけないとかがあったりとか、まだまだ国によっては情報すら遮断されて、こうしなきゃいけないみたいなところもいっぱいあるとかっていうことを考えると、それと比べるとイメージしやすいと思うんだけど、別に比べてどっちが優越とかっていう、いいとか悪いっていう話ではないんですけど、比べるとイメージしやすいと思うんで、ちょっと例に出したんですけどね。日本にいてそこまで絶対こうしなきゃいけないってことってあんまりないと思うんですよね。じゃあなんでそれにもかかわらずこんなに苦しかったり自由じゃないなって感じている人が多いのかっていうと、やっぱり他人の目、こう社会的にこう普通はこうだよねみたいなものだったり、これしたら誰々に何々って思われる、みんなにこう思われるみたいなことがあったり、こういう常識の中に縛られているっていうのもそうですし、あと自分自身がこんなことをしたら許さないって自分に思ってたりとか、こうじゃないと認められないとか、こうじゃないと生きる価値ないみたいな思い込みがあるから、物理的には自由なはずなんだけど、なんか心苦しさ、自由を感じてないっていう人が多いじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので本当の意味での自由っていうのは、もう自分が自分に課しているルールとかそういったものを手放していく、こうしなきゃいけないっていう規制を自分で外していくっていうことと、周りの視線を気にしない、人の目を気にしたりとか、誰かのご機嫌を取るようなことをしないっていうことをやっていかないと、どれだけ物理的に自由になっていいですよって言われてもできないんですよ。例えばコロナでマスク外していいですよって国が言ってても、みんながしてたらまだ外せないって思う人がいるように、やっぱりその最終的に自由になるためには、自分の心、自分が自分に許可をしていないと本当の意味での自由にはなれないんだなっていうのをすごくね、見せられていたようなコロナ期間もそうでしたし、すごく私も感じることがあったんですね。なので2023年からはそういった本当の意味での自由、自分自身からの
こう制約を外した自分自身からの解放だとか、あとはまあどうしてもこれが一番やっぱり私たち多いんじゃないかなって思うのが他人の目線ですよね。普通はこうとか変な人って思われちゃ嫌だとか、そういうところを手放していくっていうことが本当の意味での自由につながっていくなっていうふうに思います。それが一つ目の自由ですね。で、二つ目のキーワード、何かというと、二つ目は責任です。いきなり思いの来たみたいな感じで思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、責任っていうとちょっとね、なんかあんまり風の時代っぽくないし、なんか自由と反対のような感覚すらある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は自由と責任ってすごく、セット、セットっていうと自由になるために責任取りなさいよみたいなちょっと重い感じで捉えちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうではなくて、自由っていうのは責任っていうものとセットにした時にもっと本当の意味で自由になるよっていうことなんですね。だから実は自由と責任はセットっていうのは、こうなんかいい思いするんだからこんだけ苦しい思いもしなさいよっていう、そういうセットではなくて、相性がいいものなんですよ。自由と責任がセットになるとすごくいい方向に加速するんですね。私がこの責任っていうものを、なんでこの自由とセットなのかっていうのを聞いたんですけど、上に。で、聞いた時にすごく納得のいく答えがもらえたので、ちょっと皆さんにもね、シェアしたいなって思うんですけど、そもそも私たちが思っている責任っていう言葉の定義っていうのが、そもそもあんまり正しくないと。ちょっと重すぎる。土の時代の価値観での責任っていうものを引きずりすぎているっていうことなんですけど、これどういうことかっていうと、責任を取りなさいって言われたら、どう感じますか？何を思い浮かべますか？責任を取る、責任っていうとね、責任取れるのみたいな、責任取ってよとか、なんかそういうのが浮かぶと思うんですけど、なんか例えばリーダーなんだから部下のミスも責任を取りなさいとか、母親なんだから子供がミスしないように責任を取りなさいとか、そういうなんか立場に合わせて、この立場なんだからこういう責任を負いなさいとか、なんかそれってすごくこう完璧ベース、普通はしないんだけどしてしまった時に、なんかその完璧じゃなかった時に、母親だから責任を取れとか、リーダーだから責任を取れとか、なんかこう年上だから責任を取れとか、なんかもうちょっと今思えば意味わかんない理由で責任って取らされてたと思うんですよ。なんか連帯責任とかね、なんか全然関係ないじゃんみたいなことも、その立場なんだから責任を取りなさいみたいな、そういうことって結構当たり前の価値観としてあったと思うんですよね。でも風の時代ではそういうことって一切なくって、そういう意味での責任ではないんですよ。じゃあどういうことかっていうと、責任っていうのをちょっと定義を変えてほしいんですけど、より自分が自由になるため、そして大切なものを守るための使うツールが責任っていうふうに思ってもらうと分かりやすいと思うんですね。どういうことかっていうと、例えばその親は子供の責任を取らなきゃいけない、これは別に間違ってないと思うんですよ。けど、なんかその、なんだろうな、例えば子供がうるさくしてしまった時に、親がすごくこう、なんか肩身の狭い思いをするみたいな、電車の中でわーって泣いてたら本当にすいませんみたいな気持ちになるみたいなね、そういうのってこれは責任を取ってるわけではなくて、ただ、私のせいってなんか自責、ただ自分を責めてるだけなんですよね。そこでうわ申し訳ないみたいな気持ちになったところで、別に子供が泣き止むわけじゃないし、これもっと言うとだからこそ子供をもっとうるさくするっていうのがあるんですよね、実は。なんでそういう意味での責任ではなくって、例えばもっと逆に言うと責任もっと取った方がいいんじゃないのっていう、この責任取れてない状態でどういうことかっていうと、例えば間違えちゃったのにとか、なんかこうミスをして例えば何か割っちゃったと か、 なんか人に迷惑かけちゃったみたいな時に、謝るっていうことができないと、もっと責任感持った方がいいんじゃないのみたいに言われることってあると思うんですよ。で、こっちは意外と正しくって、例えばですよ、自分ご自身の、お母さんとかだったお父さんだったりしたら、お子さんがなんかこううっかりお店のものを割ってしまったとか、誰かにぶつかってなんかこぼさせちゃったとか、なんかそういうことをした時に、謝らない、私関係ない、自由なんでって言ってたら、これって責任は取れてない状態だと思うんですよね。かといってさっき言ったみたいに本当にすいませんみたいな
なんか本当私最悪ですみたいな、スケボーできてない最低の親ですみたいな感じで、自分を責めてくださいねっていうことでもなくて、これもまた違う間違った責任の取り方なんですね。じゃあ何かっていうと、自分の子供がもしね、そうやって人に迷惑かけちゃったら、子供は自分で弁償することもできないし、そういう責任能力がないから、親が例えばね、じゃあその割ってしまったものを弁償しますだったりとか、相手がなんかこう服が汚れちゃったとかだったら、じゃあクリーニングしますとか、なんかあるじゃないですか。で、それをなんでするといいかっていうと、そうすることで大切なものを守れるよっていうことなんですよね。例えばそれ私関係ないんでみたいな、子供がやったことじゃないですかみたいな感じだとしたら、その自分が大切な子供まで嫌われちゃいますよね。なんだあの親子みたいに見られると思うんですよ。だけど、あれやっちゃったっていう時に、これは誰のためにやってるかっていうと、自分の大切な子供を守るために、代わりにこの子嫌わないでください、私が責任取るんでっていう、これは大切なものを守るためにやっている責任の取り方なんですよね。だからこういう責任取り方 OK で、それはなんか自分を責めるとも違うし、誰かのためになんかこう怒ってる人がいるからヘコヘコしなきゃいけないとか、そういう誰かに屈するみたいなことではなくて、大切な存在を守るためにこれをやろうっていう感じなんですね。これはすごく自分軸なんですよ。で、もしくは大切なものを守るっていうことと、もう一つ一番大切にしてほしいこと、一番大切なものは何かっていうと、自分自身だと思うんですよね。で、自分自身を守るときも、この責任を取るっていうことすごい大事で、自分が自分のポリシーにのっとって、これが正しいと思って言ったことがやっぱり間違いだったとか、自分は良かれと思ってやったことが相手を傷つけてしまったみたいなことってあると思うんですよ。で、その時に、いや私自由で別に自分軸でやっただけなんで謝る筋合いないですよねみたいなことやってたら、すごい嫌われちゃうと思うし、なんか信用もされない人になっちゃうと思うんですよ。で、それを望んでたらいいですけど、多分ほとんどの人はそれを望まないし、魂としてもそれを望む魂ってないはずなんですよね。だから、なんかこう謝ることが負けみたいな感覚がある人は特にこれが苦手っておっしゃるんですけど、私自身もそうだったんですけど、間違えちゃった時に素直に謝るとか、あ、やばいってなった時にごまかすんじゃなくて、正々堂々と私間違えました、すいませんでしたって言うっていう、この責任を取るっていうことって、自分を大事にしてるんですよ。だってそうした方が相手も許してくれるじゃないですか。なんか、あ、いいよ、いいですよみたいな、正直に言ってくれたんですしとか、そこまでしてくれたならもう許しますとか、なんかその結果的に自分を守れてるはずなんですよね、その方が。なんか開き直ったりとか、なんか責任を取りませんってやってる時の方が、実は自分が他の人から攻撃されたりとか、他の人からの信頼を失ったりとか、すごい失うものが多いはずなんですよね。だからちゃんと間違ったら謝るとか、迷惑かけちゃったらごめんなさいって言うみたいなことができる人って、結果的にそういう人って好かれるじゃないですか。だから自分をすごい大事にしてあげてることとイコールになるんですよね。だからこの責任を取るっていうのは、土の時代でいう責任の取り方じゃなくて、自分を責めて、なんか関係ないことまで私のせいだみたいなことでむやみやたらに落ち込んだりとか、とにかく全然私は悪くないけど謝らなきゃみたいなのじゃなくって、自分の大切なものを守るためだったり、自分自身を守るために、それは自分が貫き通したかった思いとか、自分軸、ね、自己主張とかあると思いますけど、それを通すためには、間違えた時は謝っといた方が、次自分の正しい意見とかも主張しやすくなるとか、通りやすくなるという意味で、自分を大切にする、自分を生きやすくするために、そういう意味でちゃんとこう謝ることができたりとか、間違いを修正できたりとか、そういうことができるっていうのの意味での責任なんですよね。だからこの能力と自由っていうのがセットになった時って、すっごい自由の幅が広がるんですよ。自由にしてるんだけど、なんかあの人すごい自由にしてる、で責任取らないだったら、なんか、え、なんなの、もう一緒にやるのやめようよみたいな、ちょっと離れてったり人がすると思うんですけど、あの人ってすごい自由で、なんか好きなこと言ってるし、結構なんかずずしいところもあるんだけど、間違えた時はちゃんと謝るし、なんかちゃんとこうミスをしたらリカバリーしようと思って頑張ってくれるから、じゃあ一緒にやりたいよねみたいな、スカッとしてていい人だよねみたいな感じで、全然移り方が違うと思うんですよね。だからこの2023年のキーワード、責任っていうのは、自由をもっと加速するために、そしてみんなで幸せ、みんな平和に幸せに一緒になるための、私だけが幸せとか、私さえ良ければいいじゃない、そういう
こういい世界を作るための責任っていう意味ですね。だからね、ちょっとここ本当に言葉の捉え方一つで全然違う意味になってしまうので、この責任っていう意味をね、すごくちょっと長々と語ってしまったんですけど、それくらいすごくこの責任っていう言葉の意味が過去の父の時代で言われている責任とか責任を取るっていうことと全く違う意味合いなので、これね本当に忘れないでほしいなっていうふうに思います。そして最後3つ目です。3つ目はですね、多様性ですね。これはすごいよく言われているんですけど、風の時代で多様性の時代だよねとかって言われているんですが、自由な人が増えてきたら、まあ、みんながそれぞれ自由になり始めたら、よりいろんな人が増えてきますし、いろんな価値観が出てきます。だから普通こうだよねっていうものがなくなってくるし、みんなこうしてるからこうしとこうとかっていうものは本当になくなってくるんですよね。まあ、どれも一緒ぐらいの支持率だったり、どれもいいとこもあるし悪いとこもあるよねとか、そういう時代になっていくので、でまたそのいろんな人が出てくる、その自由でいいよっていう時代になってくるので、いろんな人が出てきていろんな価値観があります。そんな中で多様性を認め合えないと争いが起こるだけなんですよね。だから多様性を認め合って、お互いこう違う価値観の人とか、自分がちょっと正直嫌いだなって思う価値観だったり、それは嫌だっていうような価値観を持ってる人もいると思うんですけど、あなたはそうなんだね、私はこうですって言えれば、それは両立、まあ、みんなが一緒にこういられるんですよね。両立できる、この同じ地球っていう中で全然違う考えの人がいて、で自由だから本当に自由に振る舞う人もいるだろうし、いろんな人が出てくる中で本当カオスになるんじゃなくて、それが共存している、まあ、基本的にはね、自分の価値観と合う人しか周りにいないっていう風になっていくんで、そんなにね全然価値観が違くてもう本当に嫌みたいな人が周りにいるっていう環境ではなくなってくるので、前提としてまず安心してくださいっていうことなんですけど、まあ生きてたらたまには遭遇するじゃないですか。でそういう時に、まあ、今ねまだこう名残も時代の土の時代の名残もありますし、そういう人に遭遇することもあるし、例えば今まではすっごい抑えてた人がこう自分に目覚め始めて、その目覚める過程としてちょっと一時的にわがままになっちゃったりとか、ちょっとその自分の表現の仕方が分かんなくて気が強くなっちゃったりとかすることとかもあるんですよ。いや、私もいっぱいバンジーしてきたし、バンジーしたことがある方は経験あるかもしれないんですけど、怒ったことなさすぎて怒るバンジーしたら怒りすぎちゃったとかあるんですよ。わがまま言ったことなさすぎて、ちょっとわがまましてみるバンジーしたらわがまましすぎちゃったみたいなことってあるんですけど、まあ、それをみんなで、まあ、そういう時期もあるよねとか、そういう考えもあるよねとかって、多様性を認め合う、まあ、そもそもの価値観もそうだし、段階的に今そうなってるっていう人のことも認められるようになると思うんですね。それが、3つ目の多様性。これは自由な人が増える、みんなが自由になるからこそ多様性が出てきて、お互いが尊重できる社会になっていくっていうことですね。でここでポイントは、あなたはそうなんだね、私はこうだけどねってなってたら、そういう人が、まあ、自分と全然違う価値観の人がいっぱい増えても別にこうブレないわけですね。ブレないんですよ。でいろんな人が増えてくるし、中にはもしかしてちょっとなんかこっちの方がいいよとか、そんなんよりこっちにしようよって言ってくる人もいると思います。こっちの価値観の方がいいよとか言ってくる人もいると思うんですけど、あなたはそうなんだね、私はこうっていうのをしておくと、周りにいろんな人がいて、まあ、多様性が進んでいってもブレない自分になっていくんですよね。だからあなたはそうなんだねは、まだ言っても、私はこうなんでまで言える人って実はまだそんなに多くなくて、あなたはそうなんだ、私はないから合わせとこうかなみたいな感じになっちゃうんで、あなたはそうなんだね、私はこうの、私はこうをしっかり持っとかないといけないわけです。だからこれを今のうちにね、まあ、今のうちにって言ってもあと数日で2023年になってしまうんですが、まあ、ここからね2023年始まって1年間あります。でそういう風にだんだん変わっていくので、今ね皆さんに意識してほしいことは、私はこうだよってはっきり言えること、これをね意識してほしいんですよ。私はこういうのが好き、私はこれがやりたい、私はこういう考えだよっていうのをしっかり持ってもらった上で、自由にどんどん自由になっていってほしいし、自由になる過程で間違えちゃったこととか、ちょっと失敗しちゃったことがあって迷惑かけちゃったりとかがあれば、しっかり責任を取って、間違えてもなんか許されちゃうみたいな人になりながらも、どんどん自由になっていって、そしてなんかこういろんな人がいても、あなたはそうなんだね、私はこうだよって
言える、そういう社会になっていくはずなので、それをね、まあ、この動画を見ている方はかなりこう先駆けてやっていく存在になると思いますので、そんな風になっていきます。今からねちょっと準備をし始めてもらいたいなと思います。まあ、この数年ね、こう風の時代になってから、私の好きなものって何なんだろうとか、私がやりたいことって何なんだろうって考えられた方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ、それをねもうちょっとそろそろ答えを出していく時期になっていくかなと思います。まあ、で答えを出したとしてもまたすぐコロコロ変わったっていいわけだから、重く考えなくていいんですよ。ひとまず私はこうって言えればいいので、ちょっとそこをね意識していただいて、自分の好きなものだとか、自分もこういうふうに生きていきたいとか、これが私にとって大切っていうものを明確にするっていうのをやっておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。というわけでですね、2022年ももうすぐ終わりますが、そしてね冬至も終えて、本当にこう新しい年を迎えて、気持ち的にも心機一転っていうところに入っていくと思うんですけども、今年のうちにやり残したことはやっていただいて、特にね新しくやることって、来年こうなんか新年を迎えて、なんかこうすがすがしい気持ちになって、よし新しいこと始めようとかってなるんだけど、なんかこう心の大掃除みたいな、なんかこれちょっとあんま向き合いたくないなみたいな、新年早々こんなことやりたくないみたいな、やり残したことがあったりとか、ちょっとネガティブなことはね年内に終わらせておくといいエネルギーで新年を迎えられると思いますので、ぜひねそんな意識で残り数日を過ごしていただければなと思います。というわけでですね、最後に2点お知らせなんですけども、私の新刊がですね、2冊目なんですけども、角川さんから漫画で学ぶハイパー守護霊が教えてくれた覚醒するための30のルールという、本を発売させていただきました。全国の書店さんの方に置いてあると思いますし、Amazon の方でもご購入いただけますので、すっごい読みやすくなっていて、まあ、30個。いろんなこう私が守護霊さんから聞いて、こういう風にすると覚醒するよとか、次元上昇するよとか、こうするとデトックスになるよとか、本当にこの年末年始とかに冬至を終えて、この新しい2023年に入る時に知っておいてほしいなと思うことがたくさんあるので、よろしければぜひチェックしてみてください。はい、それとオンラインサロンの方ではですね、毎週60分ライブをしながら皆さんとこうやってお話をして、リアルタイムでお悩みにお答えしたりとかもしてますので、そちらの月額999円のプラネットの方も概要欄にリンク貼ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。というわけで本日はここまでです。この動画がちょっとでも面白かったよとか参考になったよっていう方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。キコでした。バイバイ。良いお年を。月額999円の新サロンプラネットのメンバーを募集中です。コンセプトは楽しくてためになる。あなたの隣にキコがいる。いるだけで意識革命が起きる。メンバーさんからの質問やリクエストをもとに、月に4回毎回みっちり60分交流型のトークライブを開催します。ここでしか聞けない超有料級のあなたに気づきを起こすトークライブです。その他にもサロンメンバーさん限定のイベント特別ご招待や先行予約など、たくさんの特典をご用意しています。あなたもスタートアップメンバーとしてご参加されませんか？詳しくは概要欄で。プラネットでお会いしましょう。